はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。先日ですね、こちらのマルカ食品のペヤング極激辛焼きそばファイナル、こちら食べた様子をですね、 YouTube のみならず TikTok や Instagram にもですね載せたんですけども、そこで TikTok でコメントをいただきました。プルダックの赤、これ食べてみてくださいってねコメントをいただきまして、プルダックね、韓国のインスタント麺なんですけども、これあるかなーって思ってね、ちょっとサンロードを探して回ったんですよね。していてにはですね、あの袋麺タイプの、あの黄色とピンクと黒ですね、この3種類があるんですけども、赤はなかったんですよね。ちょうど先日ですね、サンロード麺田店で麺田祭りあったんでね、麺田店に行ったらね、ちょうど韓国フェアを行っておりまして、ご覧のようにですね、韓国のカップ麺などいろいろあったんですよね。で、その中にありました、こちらプルダックの赤ですね。ありましたね。もう買ってきましたよ。このプルダックの赤ね、これ激辛って書いてあるんですよね。ね、あのプルダックの黒とか黄色とかピンクもね、確か辛かった記憶があるんでね、この赤、それも極辛って書いてあるんでね、もうめっちゃ辛いんでしょうね。ってことで早速試していこうと思います。それでは早速中開きました。中にはね、焼きそばらしくソースとあとふりかけがね入っております。それでは早速お湯入れまして4分待ってね、ちょっとお湯捨ててきますね。はい、お湯捨ててきました。それではね、早速ソースを入れて混ぜていこうと思います。それではソース入れますね。よいしょ、あちゃ、うお、赤黒いっすね。ご覧のようにですね、ちょっと赤黒いですよね。それではね、火薬も入れて混ぜていこうと思います。なんか香りがね、あの甘辛いような香りなんですよね。あのトッポギかな、あのトッポギのね、あの香りやっぱ似てますね。はい、混ぜました。ご覧のようにですね、もう真っ赤というか赤黒いというか、なんていうかね、もう見た目から辛そうですよね。それでは早速ね、いただきたいと思います。いただきます。うん、やっぱ甘みもありますね。甘辛いって感じですね。けどやっぱ舌の上ヒリヒリしますね。はい、完食いたしました。麺が少なめなのがいいですよね。またね、やっぱり辛さありますね。舌の上がね、結構ヒリヒリするんですよね。で、お腹もね、ちょっとカッカカッカきてますね。極激辛ほどでもないのかな。極激辛はね、ちょっと頭がボーってする感じなんですけど、これはね、結構口の中がヒリヒリするって感じですね。はい、ということで今回はですね、韓国のカップ麺でございます、プルダックの炒め麺、こちらの赤食べてみました。ね、サンロード麺田店におきましては、その他にもですね、韓国のインスタント麺いろいろとご準備いたしておりますよ。あの、のぐりのね、ちゃんぽんもご準備いたしております。韓国のね、インスタント麺好きな方、ぜひ、サンロード麺田店にご来店いただければと思います。ほんとね、いろいろな韓国のインスタント麺ご準備いたしておりますよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。赤はね、ほんと初めて食べたんですけども、やっぱりね、韓国のカップ麺ってね、甘辛さがあるんですよね。甘さがあるんでね、まあこれもいいですよね。ただね、辛さが長引くんですよね。で、これね、ほんとね、私普通に食べてるような感じですけども、実際はね、もう結構辛いんでね、ちょっと食べられる際にはですね、気をつけていただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、だんだんなー。
まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。